こんにちは、柴田です。今回が2020年最後の動画になりそうです。1年間皆さんありがとうございました。おかげでですね、今年も200本ぐらい、2つのチャンネルで200本以上の動画を上げることができました。今年最後ということでですね、今回は2020年に私シーバードが使用した、機材だったりとか、楽器だったりとかで、これは皆さんにおすすめだよというふうなアイテムをですね、5つほどご紹介させていただきたいなと思います。今年買ったものっていうわけじゃなくて、今年使っててこれいいよっていうものをですね、ご紹介いたします。まず1つ目はこちら、 Zoom の G3N です。これを買ったのは結構前なんですけれども、使用頻度がめちゃめちゃ未だに多いです。というのもですね、G11 というこの後継機を買ったんですけれども、結構それが大きくて、毎度毎度ね、なんか録音のたびに取り出すのが結構めんどいなっていうのがあって、これはですね、もうデスクの下にポンと置いてあるので、すぐスイッチ入れて挿して即使えるというところで非常に重宝しております。僕が主に使っているのはアンプシミュレーターとして使っていて、キャビネットとヘッドが別々のものをですね、選択できると、そこがですね、非常にお気に入りなところです。使い方としてはですね、例えばコンパクトエフェクターの歪みとアンプのモデリングとして使用するとか、荒技としてはですね、 GT1 をつないでその後に G3N をつなぐと、 GT1 に入っているコンパクトエフェクター系の音が非常にいいので、そっちの方で OD1 だったりとかメタルゾーンを使用して、アンプのシミュレーターはこっちを使用するとか、なんかいろんな使い方がありますね。でしかも今 G11 がちょっと前に出て、でこの間 G6 というものが出てます。それによってこの G3N と G5N が結構中古市場で値が下がってきているので、今は割と買い時じゃないかなというふうに思っております。そして2つ目はですね、こちらです。僕がいつも使用しているオーディオテクニカのイヤホンです。品番はですね、 ATH-CK330i というもので、 Amazon で1800円ぐらいで購入できます。いろんなイヤホンだったりとかヘッドホンを今まで使ってきたんですけれども、結局ね、ここに戻ってくるというふうな感じですね。なぜかというと、なんかシャリシャリしすぎてなく、ズンズンしすぎてなく、一番お気に入りなのはギターの音が非常にクリアな感じで聞こえてくるというところですね。その辺の周波数にもしかしたら強いのかな。結構ね、ギターがいい音になるっていうところで、卓録で使っていて気持ちよく弾けるんですよね。なぜかギターの音がよく聞こえてくるイヤホンです。そして3つ目のおすすめはこちらです。これです。一つ動画を作らせていただいているんですが、これは何かというと、くるっと回すだけで一発でドロップ D にできるアイテムになります。名前はね、ごめんなさい、ちょっと忘れてしまいました。これはですね、以前レビュー動画撮っているので概要欄に貼っておきます。ぜひご覧いただきたいんですけれども、装着も非常に簡単で、最初に六角でちょっとチューニングとかをしなきゃいけないんですけれども、一回合わせたらもう数ヶ月その細かい設定なしで全然持ちます。で、取り付け方も非常に簡単なので、毎度毎度チューニングをこう変えるよりは、これ一発でくるっとくるっと回すだけでドロップ D にできるっていうのは非常に便利だなというふうに思いました。続いて4つ目なんですけれども、こちらストラトなんですけれども、おすすめするのはこれです。ピックアップです。 P90 のピックアップ、僕もね、今回初めて P90 を自分のギターに乗せたんですけれども、非常にいいです。しかもこれ5等のピックアップなんですけれども、2つでね、7,000〜8,000円ぐらいです。めちゃめちゃ安いんですが、かなり鳴りがいいです。初の P90 というところで、あまり癖がないものを探してたんですけれども、そんな中でですね、いろいろ書き込み見たり、音聞いたりして、5等のが一番いいんじゃないかとい
というところで、まあ、妥当な線で買いに行ったんですけれども、これがね結構当たりで非常にいい音がします。なので使用頻度めっちゃ増えて、最近エフェクターのレビュー動画多いんですが、ほとんどこれで弾いてます。もしねストラトを改造しようと思っている方はめちゃめちゃこれおすすめですし、今ハムバッカーのギターを持っていて2本目でなんか違うギターを買おうかなと思っている人はストラトの P90 めちゃめちゃいいと思います。そして5つ目なんですけれども、こちらモディファイしたワウになります。これですね、ボックスの V847 なんですけれども、千葉管楽器さんでモディファイしてもらいました。モディファイというのは改造ですね。ご覧ください、スイッチが2つと LED をつけてもらっています。まあ、最近はマルチエフェクターのワウも非常に素晴らしくて、単体のワウを使用する頻度が減ってたんですけれども、やはりですねこれモディファイしてもらうことによって自分の理想の音に非常に近づいてくれるっていうのと、あとこの踏む角度でどの辺でワウってなるかっていうのをですね調整できるようなスイッチをつけてもらってます。例えばつま先の方でワウってなるようにするのか、かかとの方でワウってなるようにするのか、やはりそれぞれ癖があると思うんで、それに合わせてワウのピークポジションを決めてもらえるという風なモディファイになっております。そしてえぐみがあるのとちょっとさっぱりめっていう風なスイッチもつけてもらって、もうほんと自分にフィットするような設定ができるような感じになっております。もしですねモディファイに興味がある方はぜひ千葉管楽器さんにご相談してみてください。という風な感じで2020年のおすすめ5つをご紹介させていただきました。今千葉管楽器さんとコラボさせてもらっていて、いろんなエフェクターやギターを借りてレビューを撮らせてもらっております。まあ、それでこのチャンネル自体が充実しているのはもちろんなんですけれども、ぜひですねデジマート、千葉管楽器さんのデジマートページを見てもらって、このエフェクターのレビューをしてほしいとか、このギターの音を聞いてみたいとかっていうのがありましたらですね、ぜひコメント欄に書き込んでください。その機材とかをですね僕が借りてきてレビューを撮りたいと思います。来年も皆様が充実した1年になりますように、私シーバードも充実した1年にできるように頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。